カープ通信シャープ9若鯉たちフェニックスリーグで躍進一発。10月の10日から10月の31日までね、はい、これ若手中心の試合が宮崎で行われてまして、うん、これね、わざわざ私がこのカープ通信取り上げたってことは、うん、優勝したんです、うん、すげえすげえおめでとうございます。それだけの理由なんですけどね、はい、これチーム成績、うん、17試合ありまして、はい、11勝4敗、うん、2分け、勝率7割3分3厘、14チーム中1位と、うんうん、ジャイアンツは11位と、うん、チーム打率、はい、成績も良かったのはもちろん、チーム成績、チーム打率3割3厘で1位、うん、得点93で1位、うん、ホームラン9で1位、うん、盗塁7で4位、防御率 3.00 で4位と、うん、これね、1軍の課題だった長打力であったり、うん、盗塁っていうところが、うん、ちょっと若鯉やってこうぜと、ああそうね、いうのを非常にアピールした選手が、うん、多かったみたいなんですよ。そう、うん、活躍目立った選手をね、うん、紹介します。お願いしますよ。ピッチャー、うん、これ MVP かもしれないわ。ほう、森ちゃん、ほう、ドラにね、ああ2021のペナントも後半で選抜起用されて、はい、まあ、いいピッチングしてて、うん、そうだね、来年楽しみよと、うん、これフェニックスリーグでも、はい、まだちょっとね、これ一軍経験してるからね、やっぱりレベルの差っていうのを見せつけた形、うん、まあそういうことだね、なのかと、うん、19イニング投げまして、はい、防御率 0.95、うん、奪三振率も 9.00、 四死球率も 0.474 で KBB19 ですよ。ああ、完璧だね、きっちりね、うん、いやこれでリセットされるのがちょっともったいないないや、ちょうどいいでしょ、来年スタートからもいけるってことね。いや、楽しみですよ。うん、そして2人目、はい、これも左ピッチャーなんですが、玉村投手ね、うんうん、これやっぱ一軍経験は強いね、25イニング、うん、防御率 1.80、 奪三振率も 7.56、 四死球率 2.16 で KBB3.5 と、うん、まあ、安定してやってくれてる。そうね、で3人目ですよ、楓さん、はい、これは楓さんも一応カープの中で数少ない好きな選手、おお、高橋のこうちゃん、これ欲しかったからね、実際巨人はなんか狙ってたんか。いやー、俺はね得あるから、得あるから、得あるですから、でなかなかね、そうそう、バーンっていくかなと思ったらね、そうね、トミジョンかな、うんうん、やっぱりね、しててね、だんだんと力をつけてくるのかなと、はい、19イニングで防御率も 1.89 と、まあ四死球率も 2.842 だったんでね、うんうん、確実にステップ上がってくれてるのかなね、うん、これを、まあ、冬の間ね、うん、保ちながら、うん、春のキャンプで猛アピールして開幕ローテ、もしくはまあ中継ぎスタートかもしれないけど、うん、まあ、そういったこの若左腕期待したいなと。左腕明るいね、そう聞くと、これは多分去年の開幕前から言ってましたこれのメンバーは、まあ、確かにな、あれ左腕王国じゃんとか本当だね、言ってたからね。そうだね。でこれね、もう一人、これ右ピッチャーなんだけどね、ほう、コルニエル投手、ほう、先発先行してんのよ。おうおう、これ来年あるよ。おう、22イニングで防御率 2.45、 これ奪三振率がね、相変わらず高いわ、 10.63。 はあ、これ怖いだろ。やだ、やね、先発で来られたら、やだねったらやだねと。コントロールもね、四死球率も 2.455 と、うんうん、安定してるね。すごいゴロを打たせてタクシーも多かったらしい。あら、これ長いイニングやろうとしてるよと。動かしてるね、たま動かしてる、うん、もうこれもコルニエル選手、春注目ですよ。おー、うん、で、4人がね、ピッチャーだったら特に門前的にはいい成績だったなと思います。うん、いいですね、打者ですよね。ほう、これ MVP は末金選手なのよ。ほう、うん、やっぱり来年行くよと。まあ今年も行きかけたよと。あー、うん、久保、もうちょっと待っとけと俺がいるぜと、俺がいるぜとなんだよこのやりとり、ここにいるぜと打率も3割、はい、17打点で3本、うん、打ちましたよ。動物も 0.894、うん、まあ、三振率がね 23.5% っていうので、ちょっとこの一軍投手、一軍の超一級相手じゃないんだけども、うん、ちょっとこの三振率っていうのは、まあ、まだ課題としてあるのかなと、まあまあまあね、思いましたよ。まあ振っていけばいいですよ。そうそうそう、最初ね、これ3割打たなくて2割7分打ってくれて、で30本程度届くかなっていう成績を残してくれたら完璧じゃん。いいからね、うん、外国人不要ですから。そうだね、はい、で2人目、はい、これ育成なんだけどね、おう、鶴崖飛高校から育成契約できてる前川選手ね、おう、内野手、右投げ右打ちで、うん、打率4割8分、ちょっとこれ打席数は少なかったんだけど、ね、うん、3打点0本、オプスも 1.152 と、うん、これ支配が近いよ。おお、そうね、おう、これある、今年のね、高卒内野手取らなかったでしょ、カープ、うんうん、こういうことなんだよ多分。
支配下2年目に入るんだけど、ね、うん、去年からいいって言われてたのよ、うんうん、2軍の成績とかも。これはね、近いうちに試合がありますよ。すごいじゃない、高卒2年目で。いいでしょう、ね、さすが名門ですよ、うん、で3人目、はい、こちらのどっかのカップ通信でやったんですけど、木下選手ね。ああ、うん、言ってた言ってた、育成の言ってた、うん、こちらもアピールしまして、打率3割2分4厘9打点でホームランを1本、うん、でオプスも0.782と、うん、あ、この2人っていうのが支配下、2人ともとはいかないんかな、どっちかなんかな。木下選手がね、でも切れるのよ1回育成の契約が。あ、そう、うん、あ、そしたら優先度高いかもね。高いかもしれないね、外野なんだよね。あ、そう、あ、その辺もどう関係してくるか。なるほどね、うん、で4人目、これ最後です、うん、林選手。まあもうこれはサード取ってよ、打率はね2割5分9厘だったんですけど、うん、ホームラン3本打ってんだよ。いいね、これなのよ、うん、クリーンアップ打ってよと。そうだよ、うん、で長打が去年のシーズンの後半からね、うん、打ち方、広瀬コーチとね、おーおー、なんか掴んだっていう情報は得てるんで、長打増えてきてる、おう、うん、素晴らしいです。でこれ最後ね、これもう一人、あの翔水選手、おうおう、打率3割1分6厘5打点1本と、おう、かなりアピールしたのよ。アピールしたね、まあ、今後ね、あの我々ちょっと現役ドラフトにも、うん、はい、触れていこうかなと思ってるんですけど、うん、年齢的にも、うん、右打ちの外野手っていうところでも、まあ、末金選手とかね、うん、中村健人選手とかと被ってるんで、はい、現役ドラフトこれあるかもなと思ってる選手なんですけど、うん、ここに来て猛アピールしてるんで、うん、さらにちょっと混戦になっちゃったな。なるほどね、うん、今ね、ジャイアンツにね、はい、翔さんが戻って、うん、66枠になったのかな、支配下の枠が。これどうなのかな、外国人もなんか一人もうインスタフォローに合わせとかね、あ、動いてる話もあって、この育成から上がるタイミングってのはどうなるんかなっていうのは今、まあね、ちょっと上げづらい人数ではいるね今。結構ギリギリだもんね。ギリギリだね、70だから、うん、まあ5月6月で70ぴったりするって考えると、うん、ちょっと悩むなそれは。またちょっとこのオフではそういう契約にはならず、シーズンタイミング見てみたいな感じになるのかな。そうね、キャンプ見てじゃないですかね、うん、という、まあフェニックスリーグ頑張ってました。はい、春からこういった若鯉たちがまた活躍してくることを願っております、うん、それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。明日、まあ、あんまり言いたくないけど隠さず言うわ、うん、このフェニックスリーグ優勝したチーム、うん、次の年成績良くないらしい。栄冠はフェドロに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。